ビルダーの旗、それはこの島にものづくりが満ちた証となるものじゃ。島を開拓したお主が島の主としてこの島を表すシンボルとなるマークをこの地面に書いてくれ。地面にブロックで書いたマークがそのまま形となり、ビルダーの旗の模様となるのじゃ。ビルダーの旗はいわば国旗のようなもの、見るもの。え、自分で作ったやろ。マークは決めかねても何度でもいける。サンプルをやる。いらんわ、サンプルなんて。舐めるなよ、絵描きを。ふざけるな、本当に。君だけのマークを作ろう。空っぽ山の山頂にカラーブロックで絵を描くと、それが武田の空っぽ島のシンボルマークとなり、そして、何この粋な演出。ビルダーズの本質をついたマークにしてくれ。わかった。ちなみに皆さん、俺が今、考えてブロック置いてると思う。俺はね、今ね、考えずにブロック置いてる。わかる？俺はドットなんて書いたことがないから、どう書けばいいか。俺は今、頭を悩ませている。どこから手をつけていいか全くわかってないから。でも、なんとかなるわけ。ビルダーって。よいしょ。これで、もうこれでよくないか。おお、なんか出てきたな、おい。出てきたな。無意識のシンメトリーも出てるわけ。やばい。おい。これはまずいぞ。これはひどいぞ。これは見えてきたな。もう最後はさすが武田やなってなる。結局な、いつも通り。いや、違うな。ちょっとちょ、皆さん破壊していい？これ違うわ。俺の完成形と違うわ。これ破壊しよう。今のことに関しては忘れてくれ。危なかったな。今のこのままあれを作り続けていたら、俺は多分何か失ってた。幻のキャラクター。寸前のところで、自分を律した。おい、ちょ、どうしよう。なんか、ちょっとサンプル見ていい？ちょ、すまん。白地。サンプル見させてくれ。もう、先はごめん。何これ。あ、いや、これは違うわ。違う。それは違う。そんなお前、面白くない。オリジナリティが全くないじゃないか。おい、皆さん、今から俺、ゼウス作るわ。ゼウス作っていい？いやー、全然違う。イメージと。これなんや、これは。いや、あかんな、やっぱ。もう輪郭は描かん方がええな。輪郭はもう作らずに、中の色合いだけで表現するのがドットなんか？誰や、こいつは。この腹の立つこいつは誰や？すげえ。あ、ええや、なんか。落合福士みたい。よくない？うわ、もう福士くんやん。落合の息子やん。俺のビルドの原点は福士くんやったんか。落合の息子できた。意味長エルフやな。エルフやん。こいつ誰やもうこいつ誰やねん。エルフ福士。エルフ福士ができたよ。驚いてんねん、おい、左下に。何が映ってんねやろな。何が映ってんねやろ。ただ問題はこれが旗っていうことやな。白地は言ったんよ。ビルダーとしての象徴をドットで書いてくれって。俺のビルダーとしての象徴はこれなんか。完成した。武田の島のマークが完成しちゃったよ。なあ、福士くん。何に驚いてんの？それが今からわかんねやろな。フォーフォーフォー、ビルダーの旗のマークが完成したのじゃな。悪くない出来じゃ。では、ビルダーの旗のマークはこれで決定していいのか。ええよ。ちょっと、ほんと俺もう、時間がなくなるわ。今日最終回やのに。クリアできんかよ、お前。こんなことの討論に時間取られてて。うわ、すげえ！武田の旗！あ、ええやん。あ、いいかも。いや、こうすると、よくね？これよくね？ちゃんとわかってる。わかる。武田の旗、これええな。まず一目見てわかるしな、パッと。って驚いてるわ。めちゃくちゃ見てくるな。何を元に作ったん？いや、適当にちょっとドット絵を作ろうということで顔作ってたらできちゃった。はあ、ええやん俺。ありきたりなハンマーとかよりはええやろ。
空っぽ島だけだ。ずっと目を引くな、あのハンターできた。ずっと目を見てる。デン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 、いいね。驚いてる。なんなのこの旗は。私今まで以上に全身からものづくりの力が湧いてくるみたいですやろ。なんと素晴らしい。これにて島がものづくりの力で満たされたということか。とても素敵な旗ね、武田の。私たちの島にぴったりだ。開拓が終わり、ものづくりも一区切りかと思っておったが、まだまだ未来でものを作りたくなったぞ。やったね武田、あなたは最高のビルダーだわ。ありがとう、嬉しいよ俺は。武田、いつの間にあんな旗作りやがった。あんな旗とは何やボケ。殺すぞこいつ。ちょっと指導、大丈夫なの。武田頼む、俺を指導さん。あら、指導の中から闇が、闇エネルギー。あし、こいつハーゴン。驚いてる。ええやんけ、場面としては。そう、私は亡霊。私が作ったこの幻の世界でしか存在し得ぬもの。幻の世界？そう、勇者に敗れ力を失った指導様を私がここに逃がしたのだ。なるほどな。破壊の神としてもう一度復活していただくために。どういうことなのだ、この世界が幻とは一体。もう旗にしか目がいかん。それにしてもやはり取るに足らぬものだな、ものづくりとは。これが武田王国だと冗談も休み休みが言うがいい。こんなものはただの落書き、このゴミ以下のクズに戻る代物だ。何言ってんだよこいつ。ものづくりごっこも救世主ごっこも仲間ごっこもくだらなすぎて笑いが止まらんわ。あんたはね、黙って聞いてれば。指導をどうする気よ、指導を返しなさいよ小娘。指導だと。あら、様をつけんか、様を。キャー。